友人サンドは、ボディビルダーの先駆者で、近代ボディビルの父と呼ばれている。1867年、プロイセン王国のケーニヒスベルクで、フリードリヒビルヘルムミューラーとして生まれた。1889年撮影19歳の頃には、すでに怪力スタントをパフォーマンスするだけの実力を身につけており、後に、レビューの天才と呼ばれることになるフローレンツ・ジーグフェルド。 この若き賛道を発掘し、工業のために雇い入れた。賛道は様々な開地から技でジーグフェルドが見出した最初のスターとして芝叩く間にセンセーションを巻き起こした。賛道は工業でヨーロッパ全土を渡り、1893年にはアメリカに上陸、シカゴで開催された世界コロンビア博覧会でパフォーマンスを披露した。 1894年にブランチブルックスサンドーと結婚し、二人の娘を設けた。サンドは1901年9月14日、イギリスロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて、世界最初のボディビルコンテストであるグレート・コンペティションを主催した。彼のボディビル競技への功績を後世に伝える意味を込めて、フレデリック・ポメロイの彫刻による、同性のサンド像が、 ミスターオリンピアの勝者に1977年により贈呈されている。ありがとうございます。